ぽい状態になってるね。これでもうまともに聞くっぽいみたいな。高さ同じですと。もう一つね、テクニックとして軽く逃げると思ったら、手にこうあっとして、はい、軽く逃げる。こう、はい。呼吸法もこうです。なんだろう。そんな持ち方であるってことを認識して覚えないと、本日付け指だったらいいけれども、指出す、軽く握りをする。そしたらこっちに、この指出すのは危険。はい、指だのランニングに相手に見た目がいいような指を出す。どうせ音が言うと、この筋切られてるな。この道中で来たのは昔の道ですね。なぜこれ切ったかわかるか。こうやった時に正面打ってきたの。こう。はい、打つ。他人の上に。あ、後ろに来たら打ったら、こう打てばいいのに、こう打つ。これでぶっつん。落としたの。いかにこう受ける気が危ないかとずれたらこれで終わりです。だから軽く握って、はい、正面に正面に軽く出るのはこう。指のナイフ見るでしょ。指のナイフはつかめるように見るように。健康じゃないよ。軽く。ここで絞るの。これは軽の動きだからこう出る。こう軽の動きは上に指を止めない。ね。もうちょっとここで掴むとするから、上にこうやると上指に負担がかかる。これをじゃなくてこの親指にここにここに縛りに行って、はい、この手を動かすんじゃなくてここに縛ると呼吸法よ。これ呼吸法よ。呼吸法はこの腕を取りなくてここのこのラインをずーっとこのセンター台までも外してくれないから決まる。これをはい外して途中で外してね。で動かない。それと外してくださいね。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 外れてないよな。外れてないよな。外してください。はい、外してください。外してください。後ろに逃げる。外す。曲げ技、押さえ技。一挙。全部。腰投げ全部肉を腰投げ腰投げ三強腰投げ四強
腰が入ってるから。この押さえになって、相手の中心を腰で押さえる。ないとわかんないね。受け取ってみないとわかんないね。すごい。じゃあ、あと10分。はい。なんだろう、彼は。何しに終わってました。呼吸方法と、うわーって、こう、ちょっと、28から。捕まれるんじゃなくて捕まえて捕まえれるものだと稽古は捕まれてから稽古する。これは便宜上稽古だからね。呼吸力の出し方をうーってこうやって、これは力でしょ。はい、咲いた本当に。もう咲いた。咲いた。どっちの咲いてる？この状態でもう咲いた感じはしないでしょ。力ごと咲いてるよな。はい、どうした？どっちの咲いてる？ほら、こっちから見える。押さえてるつもりが押さえてられずちょっと。押さえてるか、押さえるのは力で押さえないんだ。こうやってさ、あの続きからの焼き付けないと、こっちからね。落とす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 の形。落とすよな。重力の方向に、重力の方、重力一番強いよね。はい、重力プラス55キロ。未来は70キロ。ほら。G を入れたら、ものすごい普段の G でしょ。はい、75キロと55キロの差はない。G が一番強い。地球の重力の G。G? ちょうど今のこの 1G でしょ。1がまだ分かんない。G に俺は55キロしかない。これをゼロに近いようなもんでしょ。重力のことの G を。引力の誕生日にしたの。引力の関係。ブラジリアンちょうどいいだからな。地球の裏の反対側、お前のサンパルジェン、ここは海だよね。ブラジルの海だよね。ブラジルのサンパルの